ハーバート W はマグヌス・ヒルシュフェルトのトランスジェンダーの友人であり、彼が選んだ名前でベルリンに2年間住んでいました。この写真はヒルシュフェルトの性的中間体からのものです。トランスベスタイトの証明書は、性科学者のマグヌス・ヒルシュフェルトの支援のもと、ドイツ帝国政府とは今ある共和国政府が発行したトランスベスタイトとしての意思のメモでした。 この時点でのトランスベスタイとは、その全ての個人と呼ば性別のアイデンティティであり、好ましい衣類彼らに関連付けられているものに、耳障りが割り当てられ、セックス、そしてその両方が含まい性層やトランスジェンダーの人々を、1908年から1933年の間に、そのようなパスのおそらく数十が、ドイツの警察によって付与されました。 ドイツのワイマールにおけるゲイやレズビアンの文化との関連を避けるために、主に中流階級の異性愛者の男性から女性へのトランスベスタイトに与えられます。証明書には、問題の個人が性同一性に対応する服を着ることが許可されていることが記載されています。これらの証明書は、1933年にアドルフ・ヒトラーが首相に就任したときは無効であり、 ナチス時代にはトランスジェンダーやジェンダーに準拠していない個人への嫌がらせが増加しました。ありがとうございます。